始まりました。ロボットのコンセプトは決まりました。では次にどんな形状を採用するか。人の活動空間に入り、階段や段差などを効率的に移動するためには、ロボットも人と同じ形をしていることが一番理にかなっていると考えました。ではここでアシモを呼びましょう。アシモ、皆さんこんにちは、アシモです。アシモ、調子はどうだい？バッチリです。それはよかった。ではここからはアシモとともにロボット開発について紹介してまいります。皆さん、アシモは当然のように歩いていますが、この安定した二足歩行を実現するには大変長い道のりがありました。1986年 E0 という二足歩行の研究から始まります。最初は足だけのロボットから始まりました。そうです。二本足で歩くメカニズムは大変高度で、特に歩行時のバランスを取ることが最初の大きな壁でした。二足歩行のメカニズムを解明するための研究から始めました。1986年の E0 から1993年の E6 まで足型ロボットが作られてきたので、まずは当時の E0 の動きを見てみましょう。 E0 は初めて足を交互に出して歩くことに成功したロボットですね。しかし1歩に15秒ほどの